こんにちは、浅草今午前中です。ちょっと昼朝は過ぎましたけどね、10時頃かな、どんな感じですね。朝飯食べてないんで、ここでね、日本最古の地下商店街、いつもの通り、近尾くんがお出迎えですけども、氷蹴って、立ち食いそばを食べたいと思います。よくね、世話になってるんですけどね、この階段降りるとね、もう正面に、はい、出てきました、もんじゅさんですね。ここの今ね、人気があるんですよ。ちょっとこの時間でもね、結構満卓近いですもんね。はい、出てきました。今日はね、コロッケそば食べようかと思ったんだけど、コロッケが なかったんで、ここはナス天そばにしました。ちょっとね、かき揚げも美味しいんですけど、かき揚げだとね、なんかこうカロリーが多いっていうか、糖尿にいいのかなっていう感じがあるんで、ナスの方の天ぷらにしましたよ。で、七味をいっぱいかけて、七味がいいんですよ。なんかね、浅草で七味っていうとね、なんか美味しいような気がしてね、高級七味ですね。いただきまーす。うまいねー。ここのお蕎麦はね、立ち食いでね、目の前で茹でてるんですけども、注文してから茹でてくれるんでね、結構コシがあって美味しいんですよね。まあ B 級ではあるけどね。でね、結構たまにね、テレビ出たりなんかするんで、最近も出たって言ったかな、かなり混んじゃうんですよね、もう出ると。で、僕はだいたいね、朝とかお昼とか、あと夜配信ちょっと遅くなるときに、結構遅くまでやられてるんで、11時とかね、食べさせてもらってますけどもね、最近ずいぶん多いなと思ってね、店の方に聞いたら、ちょっとテレビ出ててね、朝はね、さっきの階段まで並ぶって言ってましたよね。美味しいんですけども、なんていうんですかね、ここの場所っていうのがね、日本最古の地下商店街らしいんですよ。今はね、なんか他もあったらしいんですが、他は辞めちゃって、ここが日本最古の地下商店街って言われててね。で、ちょっとここ、今ね、これ食べ終わってから、地下商店街ちょっと歩きますけど、それからまた、地上に出てね、浅草寺の方に行きたいと思ってます。この格差っていうかね、異空間っていうんですかね、ここが。で、上、地上の方は人がもう多くてね、わんさわかわんさか。でもさっき言った通りね、人気が出ちゃってね、このもんじゅさんが並ぶ店になっちゃったって。まあ、個人的に見ればね、食べづらくなっちゃうっていうことはあるんですけど、まあ、お店的にはいいんじゃないですか。あと、浅草がどんどん栄えてきて、で、ここの地下商店街でも何本か出してますけども、一番奥に、奥っていうか突き当たりにね、僕が利用されててもらってるのはもちろんこのもんじゅさんが一番数多いんですが、奥には、福ちゃんっていう焼きそば屋さんがありますね。あそこも結構ね、夕方来て、一人で来てね、カウンターで焼きそばをつまみに、ちょっとお酒を飲んだりなんかさせてもらってますけども、結構いい雰囲気で、まあ リーズナブルでいいんですよね。で、あとはね、この裏側っていうかね、もんじゅさんの裏側の通りのメイン通りって言った方がいいかな、そこに800円のね、カット専門の床屋さんがあるんですよ。で、これは職人さんが3人おられるのかな、まあそれぞれがなんか本当にね、素晴らしい職人さんでね。で、そこでね、僕はぐーっとカットしてもらってますね。カット専門ですけどね。最近はね、今年はね、去年までちょっと長くしてたんですけど、髪の毛。もう、年も年ってことでね、カットして、刈り上げにしてね。で、染めるのもやめました。あ、そう言ってるうちに、ごちそうさまでした。ちょっとそばの解説はしてない間にちょっと済んじゃいましたけども。一応ここで、終わりです。そばはね、これから地下街を、この日本最古の地下街をちょっと紹介させてもらって、
それから地上に上がっていきたいと思います。ここはね、地下街のメイン通りですね。背中の方に、さっき言った、福ちゃんという焼きそば屋さんがあるんですね。ここはね、800円のさっき言った、葛藤専門の床屋さんですね。まあ、元は700円だったんですよね。800円に上がってます。それでも安いですよ、全然。助かってます。で、このほこら通り、今ちょっと昼間なんで、店閉まってますけど、まだ、上がるかな？動画作ってあるんですけども、ここがベトナム料理。なんかいろいろ書いてありますけどね。フォーってやつですか？フォーっていう。米粉で作った麺ですね。美味しい麺をいただいて、僕はベトナム料理ってあんまり食べたことないんで、どうなのかなと思って入って、ちょっと初めてなんでね。食べられるやつを、食べやすいやつをっていうんで、まあ初心者って言っちゃうんだけど、頼んだら美味しかったですよ。まあ動画も、前後で上がると思いますんでね、この動画のね。ぜひ見てください。同じ場所です。この日本最古の地下街の中にあるお店です。うん、ここはさ、初めてですね。で、そうするとこれがまあ新しい、僕も通う店になるかなと思うんですけども、まあ、カウンターだけしかないんで、結構混む時には入れなくなっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、かなり美味しかったですよ。僕には合いました。で、これ奥の方に進んでいくと、占いとかね、あと居酒屋さん。この右の方にはね、ここお人形があるんですけども、着物を着た人形。ここは焼きそば屋さん。新しい焼きそば屋さんですね。開花楼っていう、製麺所があるんですかね。そこで作っている、なんか、ちょっとね、高級な焼きそばって感じですね。この、さっき突き当たりちょっと説明遅れちゃいましたけど、カップ、ね、ワンカップがいっぱい並んでるとこ、あそこは居酒屋です。あそこは夜は開きます。で、ここがね、なんか岩が突き出てるんで、毎回ここに来ると僕は撫でてってご利益があるんじゃねえかなと思って、勝手にやってますけどね。で、階段上がってきます。今一段上がって踊り場。今度は、まあ二段目はちょっとね、階段数少ないんですけど、ここでまた踊り場があって、これで、この最後の階段登ると、地上、皆さんがよくこう見られる浅草の風景になると思います。ここ、出たとこがね、新仲見世といってね、背中の方が松屋デパート、要するに東武浅草駅ですね。ターミナル駅が松屋デパートの2階にありますけどね。そこからもう入ってすぐ近くですね。で、今中見世の方に向かってます。で、もう少しするとね、左右にね、横切る通りがあるんですけど、こう横切ってる方がおられると思うんですけど、見えて、ここですね。ここ、左右が観音通りといってね、左に行けば雷門通りに突き当たって、右に行けば浅草寺の方にこっちからも行けますね。どっちかというと二天門の方から入れるって感じですかね。こっちから行くとね。でね、ここのちょっとねお店、この間2回ぐらい食べたんですけども、1回ね出店なんですけどね、テナントは変わっちゃうんですよ。貸店舗みたいな場所でね、ここのね、香川の、本場のね、わらび餅があってね、これ美味しいんですよ。昨日も食べましたね、なんか。一回閉めて、また再開で、始めたみたいなんで、ちょっとこう、食べ歩きもできるぐらいのサイズもありますんでね、本場のわらび餅っていうのを初めてね、食べさせていただきました。ちょっと噛んじゃいました。で、もう少しこれ行くとね、中見世ですね。に入ります。今、中見世の側道を横切るとこですね。ここ左右側道ですね。ここに、側道にもね、なんかいろいろ食べ歩きのね、美味しいものがありますね。で、こう、いよいよ中見世に入ります。新中見世から入ってるとこですね。ですから。まっすぐ新中見世は突っ切ってで、ロックの方に行けるんですけども、一応中見世を右に入ってって、これで後ろがね、背中の方が雷門になりますね。皆さんご存知の雷門です。雷門のから中見世入った途中からって形になりますね。人多いでしょう、これ。すごいでしょうね。毎日ですよ、これ。
で僕もあの夜ね、動画の中でも途中から一応あの音を入れていきますけども、今あの、ナレーションでちょっと入れさせてもらってますけどね、夜会社が終わってからも、まあ、ほとんどウィークデーはね、ウィークデー土日はちょっとね、やってないかな、まあ、ライブ配信をさせてもらってるんですよ。そのアーカイブも残させてもらってますけども、まあ、同じところをこう通りますけどね、この昼間と夜はまた違いますね。あと先ほどのね、これを見てね、あの日本最古の地下街、まあ、地下商店街ですね、あそこともう全然違うじゃないですか、雰囲気が。すぐ近くですよ、もう。まだね、あるいはあそこから出てきて10分ぐらいですか ?5 分10分のところですよ。まあ出た瞬間からもね、新中店賑やかですけどね。いろんな店があって。まあ観光地ですからね。もう中店の真ん中辺に差し掛かりましたかね、ここら辺でね。左右に通ってる通りもありますけど、ここでね。ここは何通りっていうのかな。左に行くと公会堂の方に行きますね。おはようございます。今日はどうしたんですか？いつも、いやいや、明日まで。明日まで？うん。いろいろお世話になってます。最新のカメラ。すごい、それ、それ。ちっちゃいでしょ？すごい、そんなちっちゃいのあるね。何でもできますよ。何でもできます。これ後ろからこういうのもできます。やばいやばい。捕まりやすい。すごい。まあ今年は明日で終わりなんだけど、一応今日は夜来るけど会えないね。夜。じゃあまた帰り道やる。帰り道会うの。私は段ボールいっぱい持ってるから。遅い。遅かったらさ、11時とか12時前には帰るけどね、電車があるうちに。まあ忙しいっていうかね、一応仕事なのかな、なんだかよく分かんないんだけど。癖病気もう抜けれないやつですね。よろしくお願いします。どうもまたね、頑張ってね。音声を切り替えさせていただきました。ナレーションの方を控えさせていただきました。これからね、もう少し言うとね、前方院通りってあるんですけども、まあ、そこからもね、ナレーションの方を切らしてもらって、撮影時の、まあこのね、カメラのマイクで、案内させていただきます。よろしくお願いします。電報院通り来ました。ちょっとね、今日午前中、今何時かな、10時半ぐらいですね、午前中の観音様にお参りして、さっきすごかったですね。亀十っていうね、雷門通りのところに和菓子屋さんがあるんですけど、まあ、どら焼きが有名なのかな。そこのね、行列がね、半端じゃなかった。いつもはね、お店から江戸通りぐらいまで、国道6号線のところがあるんですけど、何メートルかな、200メートルぐらいが並ぶのは普通なんですけど、その倍以上ありましたよ。江戸通りを突き当たってくの字に曲がってね、まあ、地理的にわかるかな、あの麦とろがあるところは当たり前に並んで、こんなに並んでんの初めて見ましたよ。まあ行列の整理してる人にね話しましたけど、聞いたけどね、まあ年末になるとこのぐらいは並ぶらしいですね。お土産とか手土産とかそんな感じで使われるのも多いのかな。やっぱネームバリューがあるからね、浅草の亀十って。亀十のね、隣に西村っていうね、同じ和菓子屋さんがあるんだけどね、そこも美味しいですよね。ここはそっちの方しか並べないからね、あれだけど美味しいんですよ、西村さんは。
まあ、あんまり言うとね、まず西村さんも並んじゃったらどこも買えなくなっちゃうからはい、仁王門来ました。これをくぐったらね、本堂前です。やっぱりね、この今今日は12月28日か、木曜日になりますけど、かなり冷え込んできてますね。ここがね、大晦日、かなり初詣の人たちが並んで、すごいんでしょうね、仲見世もね、動かなくなるんでしょうね。ここは一回も来たことはないんですけどね、なんか知り合いが来た話を聞いたことあります。はい、上皇楼ですね、皇楼です。ね、この煙をその弱ってるところにかけて、立ちよくするっていうね、上皇楼、煙が満タンです。みんなかかってください。はい、本堂前ちょっと並んでるんでね、挨拶だけしてきます。はい、終わりました。じゃあこれで配信は終了します。今日は、あとこれ動画後になると思うんですけども、編集は。ライブでね、また夜来ますんで、ライブの方が先に出ると思いますけど、昼間の浅草寺でした、中見世通ってね。最初、今日のルート的にはね、日本最古の地下商店街のところに入って、立ち食いそばのもんじゅさん、本当はねコロッケそば食いたかったんですけど、コロッケが売り切れててね、ナス天そばをいただきましたからね、この動画で出てると思うんですけども、でそこから出て、新中見世を通って中見世に入って、途中ね、ちょっと知り合いっていうかね、こう配信でよく撮らせていただいてるさくらさんっていうお店があるんですけど、さくらっていうね、そこはゆずと、蜂蜜の専門店でね、今年中見世に出てて、老舗であるでしょうけども、浅草におられるっていうことなんでね、ここから中見世のところに出店されて頑張っておられるんで、ここはドンビロは応援してます。その他お店の、方とお会いして挨拶しました。まあ、一応編集上でどう入れておくかわからないんですけども、ちょこっと入れておきたいと思いますので、もしよかったら、一応飛ばす、時間で飛ばすやつなんですけど、また名前忘れちゃったけど、飛べるようにしておきますので、ぜひとも見て、このお店結構ね、お土産とかそういうのには、いいものがありますので、いろんなね、ゆずお関係の飲み物から、中調味料とかそういうのもいっぱい、あとね、僕も買いましたけど、ゆずはゆず塩とか、ゆず七味とかね、あとはね、ゆずじゃなくてね、蜂蜜のやつね、ちょっとそのあれにコーヒーなんかに入れるような蜂蜜のやつもちょっと、買わさせていただきましたけどね、結構いろんなものありますよ。それでは、この辺で今日はまた夜のライブ配信、もしよろしかったら、夜はね、年末年始になっちゃって休みが入っちゃいますけど、今年はあと29日、今日が28日なんですけど、29日金曜日で終わりなんで、そこで終わりだと思います。で30日から4日までは休みなんで、5日からまた再開という形になると思うんですけど、ライブ配信、仕事が来た時にね、ライブ配信ということで、なると思いますので、
その点ご了承願いたいと思います。正月にもちょっと来るかもしれないですけどね。こんなところです。それでは、今、12月28日、浅草浅草寺本堂前にて失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。またねー。